どうもー始まりました。OHK です。よろしく、OHK!OHK! 始まりました。よろしくお願いします。えー、早速、今日やる企画発表したいと思います。今日やる企画はこちら真剣10代、一人20代喋りまーす ありがとうございます。えー、過去第1弾、第2弾とやってきましたが、えー、まあ、コメントが来てないんですよね。えー、っていうことは、放送の後が本番です、歌い文句でやってますけども、えー、本番が行われてないということです、この企画。でも、めげずに僕はやりたい。なぜなら、この企画を愛しているから。皆さん、お願いします、コメント。 今回も放送の後が本番です。歌い文句でやらさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。<laughs> えー、早速、えー、議題を発表したいと思います。えー、議題はこちら。YouTuber に未来はあるのか <laughs> えー、この議題でやらさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 えー、まずユーチューバーに未来はあるのか、えー、私の意見を述べさせていただきたいと思います。えー、その前に、あれお前ユーチューバーじゃないあれ王のユーチューバーだよね。そう思っている方いらっしゃると思います。えー、そこで私の、えー、ことをちょっと説明させていただきたいと思います。えー、私、王の隆弘は、吉本芸人でございます。えー、私、 この吉本非公式チャンネルで、えー、皆さんと YouTube を通してお会いしておりますね、えー、私の野望といたしましては吉本非公式チャンネルから吉本公式チャンネルにしたい吉本公式チャンネルで人気が出てテレビの世界に出たいという野望を持っておりますということは YouTuber ではありません YouTuber というものは YouTube で一生飯を食っていくという定義があると思いますそうですよね ということは、僕は偽ユーチューバーです。偽ユーチューバーでした。大野孝則です。よろしくお願いします。偽ユーチューバーでした。えー、そこでですね、話を戻しまして、ユーチューバーに未来はあるのか。えー、例えばですね、ヒカキンさん、そしてセイキンさん、そしてはじめ社長さん、この3人の方、間違いなく今、YouTube だけで飯を食っている3人だと思います。えー、この方たちについてです。 この方たちについて未来はあるのかないのかを、えー、議論、議題としてやりたいと思います。よろしくお願いします。早速私の意見を述べさせていただきます。私の意見は未来はないと思っております。断言します。どうだ反対意見来いよ。えー、まず私の意見述べさせていただくと、なぜかと言いますと、今、ヒカキンさんたち20代だと思います。 20代の方たちがですね果たして50代まで同じ内容をやっていくのかどうかこれはちょっとね厳しいんじゃないかと、えー、そして今小中学生がはじめ社長さんヒッカキンさんたちの,の、まあ、YouTube の動画を見てるとでもその方たちが大人になって会社に勤めて見ると思いますか私はテレビと同様見なくなると思うんです 今、テレビ離れもすごい加速してますね。YouTube も、えー、YouTube 離れというのが出てくると思うんです。まあ、あのー、懐かしの音楽、えー、そしてまあ、なんていうんですかね、あのー、まあ、過去の映像。まあ、なんかそういうテレビのね、なんか映像とか流してるじゃないですか、YouTube で。そういうのはスタネないかと思うんですけども、YouTuber で、YouTuber が流してる動画、 ありますね、はじめ社長さんとかヒカキンさんがやってる、まあ、そういうね動画は僕は離れていくんじゃないかなみんなって思うんですそこで僕はやっぱ未来はないと思いますそしてまあ大事なことを言っておきますヒカキンさんたちが50代まで YouTube やってると思いますか僕は飽きてると思うんですなぜなら毎日動画更新してるんですよ それを何十年も続けられますか続けられないよ続けられない俺だって続けられないそんなの絶対無理だと思う30年毎日動画アップしていくんですよそんなの厳しいようん僕はテレビに行くという野望があるために今これをやってるんです YouTube をね計算としては高々かか5年から10年のスパンで考えています でも YouTube、YouTuber っていうのは YouTube で一生飯を食っていくんですよ。50、60までやっていかないといけないんですよ。そんなん無理でしょう。未来はないよそう思う僕は。どうだみんな反対意見かもー来い来い来いコメントえー、今日はですね、そんな、もうちょっと声が枯れてきましたよこの暑さ この熱量、伝わってますかカモンお願いしますえー、私は YouTuber に未来はないと思っております。えー、ぜひぜひ、お前間違ってるよーの。お前その意見間,間違ってる。結果、結果ブーって方、ぜひコメントカモンよろしくお願いしますえー、今日は YouTuber に未来はあるのか という議題でやらさせていただきました声が枯れてきましたえー、ここで一、えー、人、えーしえー、違いますね一人じゃないですね真剣10代一人20代喋り場、えー、ここで終わらせていただきたいと思いますありがとうございましたまあこの後が本番ですけどね本当は <laughs> では最後に一言夢で会いましょういや この放送の後会いましょう。チャンネル登録よろしくねバイバイみんなカモーン